おにぎり30分チャレンジ。こちらにね、おにぎりがありまして、まあ、世間はこれを30秒とかで食べちゃうんですよね。しかしね、30秒早食いすぎますよ。僕自身ね、結構それぐらいで食べちゃってるんで、いつも。なので、まあ、ゆっくりと食べようじゃないかということで、それではいただきます。いやー、鮭おにぎり。普段ね、僕ね、あんまり鮭食べないんですよ。梅とかね、シソとかね、ああいうのが好きなんだな。あと、おかか。おかかいいよね。あのね、おかかはね、ちょっとこう、歯でこう、ギューってね、噛むと、まあ、こう、唾液とね、おかかが混ざり合ってね、こう、いいのが出るんですよ。ほんと、これね、皆さんね、やってみてくださいよ。でまあ、今日なんでこれ鮭買ったかって言ったら、まあ、30% オフだったからですね。20% だ。20% オフで104円。これはね、なんとしてもやっぱ食べたい。安いのがいいですよ。ね。そして今開けますと、この海苔の香りね。このコンビニタイプのね、こういう包むタイプのこういう海苔のおにぎり。この匂いがいいんですよね。わかるな。いや、でもね、おにぎりと言いますと、僕、子供の頃、小学2年か3年の時に、学童保育所に通ってたんですね。で、その時に、おやつで、塩おにぎりが出たんですよ。塩おにぎり、ね、普通だったらこう、塩で握ってあるだけの、もうシンプルなおにぎりで、食べたらもううまいに決まってるんですけども、あの時食べて口にしたら、めちゃめちゃまずくて、もう、ね、トイレで戻しちゃったぐらいですからね。そんなものを、そんなシンプルなね、白いおにぎりをこう塩でね、やって握って食べさせただけで、そんなまずくなることあるか。それぐらいまずいの食べましたけど。でも時は流れましてね、今はね、もう一人暮らしですよ。ご飯も、まあ、関東に越してから何年かはまあ自炊もしたんですけれども、今もうおにぎりもそんなに家で食べることなくなりましたね。本当にお金がなくて何にもない状態でもうどうしようもない時にお米を買っておにぎり作って炊いてね、おにぎり作って冷凍庫で入れて、で食べる分だけ出してレンジでチンをして食べるっていうのはやってましたね。だからちょっと懐かしいんですけれども、もうあの頃には戻りたくないという、そういう思いはありますよね。まあ、おにぎりっていうとさ、僕はおにぎりよりもあのね、手巻き寿司、あのコンビニであるじゃないですか、手巻きのこう筒状になってるやつで、ちょっとこうフィルムを剥がして海苔乗っけて、そこにご飯をこうくるくるってやってこう巻いて食べるって、あれが好きでね、納豆巻きとかいろんなの食べてましたね。あれ好きだったな。だからあれが好きすぎて、あんまりおにぎりを、こういうタイプのおにぎりって食べてなかった時期がありました。小学校とか。でもそれもね、中学入ったぐらいからそうでもなくなって、おにぎりも普通に食べるようになったんですよ。ねえ、これ。美味しそう。いやー、でもこれね、このキメの細かさですよね。いいね。やっぱおにぎりってこう、手で握るのもいいんですけども、こうやってしっかりと成形されたタイプのやつもさ、いいところあるよね。お、綺麗な正三角形。これは、なかなか自分の手では握れない。いいね。で、ほら、最近100円ショップだっけ？なんかそういったグッズ系であるじゃないですか。こうおにぎりの、こう、型だけあって、そこにご飯を入れて、ギュッてやったら出来上がりますよって。あれはだから手作りの良さとこういうコンビニタイプのこのしっかりとした良さっていうのを両方合わせましたよっていうことなんですよね、きっとね。で、おにぎり。まあ今これ常温なんですけれども。北海道だとなんかおにぎりは温めるか聞かれるらしいですね。まあ、確かにこっちの方に来ても稀に、ごくごく稀に聞かれることはあるんですけれども、多分その人を北海道住んでるんでしょうね。北海道から来たんでしょうね。当たり前のように言われるらしいですよ。僕行ったことないから分かんないんだけども、そうらしいです。テレビでもタイトルでね、おにぎり温めますかって番組があるぐらいなんですからね。すごいですよね。もう、あそこはだからもう、
普通の温度のおにぎりが多分冷たすぎるんでしょうね、北海道って。まあこっち関東って何にもそういった心配とか不安とかないわけですよ。もう普通にあるものをパッと食べればいいわけですからね、もう全然いい。であとね、まあそんな中でもほらフィルムにさ、最近はほら温めても美味しいって書いてあるものあるじゃないですか。温めても美味しいんですよ、それはね。だからどれだけこうあっていろいろあっても、やっぱチャーハンとかああいうのって温めた方が絶対に美味しいから、それはなんかちょっと聞いてくれてもいいなという気はしますけどもね。うん、いやー、それにしてもこの海苔の匂い最高だな。海苔だけいっちゃうか。うん、まあ普通の海苔ですよ、味付けじゃないやつ。焼き海苔、焼き海苔ってさ、僕、まあ、名古屋に前住んでたんですけれども、その時に焼き海苔を買ってね、でコンロで火つけるんですよ。で火つけたところにこう焼き海苔をさっさと炙って、それでおにぎり巻くっていうのが最高に美味しかったね。あれは何なんでしょうね、パリパリ感を出すっていうのにはこう炙るっていう技術ってすごくいいなと思って。で日本人が考えたのか分かんないけれどもさ、炙るってすごいと思いますよ。あれカツオの炙り最高ですね。あれね、カツオを切って、ただね、刺身にして切るだけじゃなくて、そこをさらにこう網に乗っけてさーって炙るわけですよ。これはいいよね。ああいう技術って誰が最初に考えたのかって思うとちょっと面白いよね。なんか楽しくなりますね、料理をするのが。いや確かに普通に食べるお刺身食べるよりも炙った方がなんかこう香ばしさも出るし、身も締まってる感じがしていいんですよね。だからこの海苔も、もちろん海苔はさ身が締まるってことはないけれどもさ、こうさっさと火にかけることによって何かやっぱり香ばしさっていうのが出てくるんですよね。焦げるまではいかないにしても、ちょっとしたこの焼きをつけるみたいな、そんな感じなんですかね。いやー、さっきまでジム行ってね、ちょっと水分取ってながらね、このさ柑橘水ってやつ、これ日清ヨーグルト、桃水とか売ってるとこですよ。これいいね、めちゃめちゃいいよこれ。すごい。エネルギーもね、16キロカロリーなんで、ね、そんなに気にしなくていい。いいね。やっぱりな、ご飯ね、食生活とか気にするんですよ。これ、ね、グラノーラプラス、タンパク質 20g 取れますよって。これ、いいんですよね、朝ごはんに。ぴったり。朝ごはんからさ、プロテイン、ね、このタンパク質取れますよってのすごくよくって。いや、もうこれね、まあ値段も安くはないんだけれどもね、それなりにタンパク質取れますから好きなんですよ。でタンパク質で思い出したのがさ、最近コンビニとかスーパーに行くとザバス置いてあるじゃないですか。あれは 400ml の大きいザバスも 200ml の小さいザバスも入ってるタンパク質の量一緒なんですよ。これ皆さん知ってました？タンパク質の量が同じなの。だからそんな飲めないなっていうのはやっぱ小さい方買った方がいいですよ。値段もあんまり変わんないんだけどね、やっぱ小さい方買ってちょっと飲んだ方がいい。あの 400ml ガー飲むのは腹タプタプになっちゃう。なかなかしんどいですよね、うん、あーいい匂いだよこれ。鮭だからね、なんつったって鮭、鮭って言ったらさ、俺もう鮭というよりはサーモン、回転寿司で食べるサーモン本当うまいね、あれね。僕ね、回転寿司屋さん行くとまずオニオンサーモン頼むんです。オニオンサーモン頼みまして、まずあのタッチパネルね、こう回転寿司で回ってるやつじゃなくて、わざわざタッチパネルでオニオンサーモンを頼んで、スッてくるわけですよ。ベルトコンベヤーからお皿がスーッてくるわけ。それを取って食べる、最高。あのちょっと乗ってるマヨネーズとね、そしてそこに醤油をちょっとつけて食べる。これがいい。わさびはいらないです。これがちょうどいい。で、あんまり、そのサーモン系で、僕、オニオンサーモン食べたら他のあんま食べないんだったんです。食べなかったんですけども、ある時、あのね、焼きハラス。これ食べた時、ほっぺた落ちるぐらいうまかったね。焼きハラスってなんだろう、まあ、焼いたっていうだけなんですけども、要は。焼きハラスって取ってなんかもう、てってるわけですよ、もう。油で、てってりってりなわけですよ。
それをね醤油ちょちょつけてわさびちゃって食べる。まあこれは体に良くないね。いや1個2個だったら別にいいんですけども、ね、たくさん食べるわけじゃないで別にいいんですけれども、鮭ってのはうまい。これね、でも鮭ってあんまり子供の頃好きじゃなくて、まあ僕もねおにぎりもメインで鮭食べることってほとんどないんですけれども、子供の頃は朝ごはんに鮭、焼き鮭が出てきた時にって思うような子供だったんですね。焼き鮭出てくるとほら骨分けないといけない、食べるとってなるんですよ、なんかなーって思って。でもねこれが、大人にほんとここ5、6年ですかね、あのね、まあ牛丼屋さん行くと朝食の定食で、朝定食で、まあ、焼き鮭定食ってたまにあるんですけど、それたまに食べるんですよ、まあ、たまにっていうか絶対あるんですけども、それ食べます。それがね、まあ皮も部分がうまい。鮭の皮残すやつバカですよ、あらうまいよ、あれ食べて、あー生きてるなと、最高じゃないのってなりますよ。あれどうですか皆さん、食べない、食べない、みんな食べないのかな、ねえ、ああいうさ、だから骨分ける作業ってすっごいめんどくさいから、あの鮭フレークとかああいうのもあるんだけれども、僕こっちに越してから鮭フレーク一回も買ったことないんですよ。鮭はもう焼いてあるやつを骨分けてなんとかして食うか、回転寿司食うかぐらいしかなかった。もしくはおにぎりか、おにぎりもレアだけどね、本当にあのおにぎりでいくつか、はいおにぎり買ってきたよって言った時に仕方なく、まあ梅もない、昆布だったら酒にするかみたいな感じで選んじゃってるから、意外とその鮭工程派ってわけではないんです。でもねやっぱりこれ鮭はうまいって、絶対失敗しないもん。だって鮭がまずかったら今このラインナップにないもん。ここにあるってことは絶対うまいに決まってるんですよ、ね、でおにぎりのラインナップっていうとさ、ほらツナが一番おいしいよね、シーチキン、あれはもうだってマヨネーズ入ってるでしょ、シーチキン入ってるでしょ、でツナでこうご飯で丸まってるじゃないですか、まあうまいよ、それはうまいに決まってるんですよ。ほらツナがさこうマヨネーズと混ざってて、おにぎりこうちょっとちょうどいい感じのおにぎりですよ。あれはホットにしない方がいいね、常温がいいね、なんなら冷たいぐらいでもいい、それパッて食べたらさ、あーこれはほらおにぎり界のトップだわって思いますね。おにぎり最高で、ツナもうまいんだけども、梅です、梅はたまらない。種があるっていうのはちょっとねしんどいんですよ。最近は種なしありますから、種なしの梅おにぎりは最強。なんて開けてかぶりつけばもうすぐ埋めきますから、これはもうあーたまらん。この酸味ね、酸味が欲しい時、酸っぱさが欲しい時、特に夏場はいいですよ、ね、塩分が足りなくなる、そういう時に おにぎりパクッと食べる、もう最高、おにぎり梅最高、うまいよね。これもねおにぎりって人類が生んだ英知ですよ。アメリカ人っておにぎりそんな食わないでしょ、もったいない。向こうもパン人間だから、パン人間の集まりだから、こっちご飯人間の集まりです。だからこそもうたくさんご飯があるわけです、米があるわけですよ、米の自給率ですよね、そういうことです。握ってはい食え、おいしい、おいしい、ご飯おにぎりうまい、おにぎりうまい決まってますから。今何だったんです、アメリカにもあるんですかねおにぎり専門店って。日本もまあ何年もう20年ぐらい前からねおにぎり専門店なんてやってますけれどもね、やっぱ人気があるんですよ。何なんでしょうねああいうおにぎり専門店の魅力って。まあ海苔の代わりにとろろが巻いてあったりとかしますよね、
あれもね、いいんですよ。この海苔の魅力もいいんだけども、とろろが巻いてあるタイプっての、まあ、あれもうまいね。あれはさ、こう、口にした時のこのほろっとする、この、溶ける感じね、とろろが。溶けるあの感じ、すごくいい。いやー、あれでも豪華ですよね。ちょっとやっぱ値段がするから、おいそれと買いにはいけないけれども、それでも、たまに食べたくなる味なんですよ。俺は。はあ、だからちょっとそういったお店が近くに、まあないから、あんま買えてないんですけれども、ちょっと遠出した時におにぎり屋さんがあったらちょっと買いたいですね。うん。いや、いいですよね、これ。いやあ、おにぎりか。やっぱりなあ、おにぎりって言うと、おむすびまん？おむすびまんだよね。アンパンマンのさ、おむすびまんはまあ、可愛いキャラクターですよ。おむすびまんの海苔の巻かれ方ってなんか変じゃね？おむすびなんかこんな感じになってます。なんかこんな感じにたすきがけみたいな感じ。あんな巻かれ方してますかね、これ。してます？してないですよね。全面に巻いてある、もしくはまあこの持ち手の部分だけカットされてるやつ。てか逆にさ、持ち手の部分だけカットされてる海苔見たことなくね。そういえばあの三角のおにぎりに海苔のその下の部分だけ、ここ、こう持つとこだけ海苔がついてる。要は片手こうやって食えるタイプのやつ。なくね？逆に見たことないです、僕。生で。あえて居酒屋がそういう風にしてるっていうのは見たことあるかな？ではでもないな。そういうところもさ、多分全部こう巻いてるはずなんだよ。あのタイプの、こういうタイプの、こういうおにぎりって見ないですね。なんでだろうね。ああいうタイプが、まあ、一般的におにぎりって言われるタイプじゃないですか。でも、ないでしょ。多分、あのおにぎりに巻かれてるこのタイプの海苔って、味付け海苔だよね。味付け海苔をフィルムから剥がして、一枚だけこう貼ったっていう感じのおにぎりだよね。こっちなんかおむすび感があるんですよ。おむすび。だから、おむすびマンはここにも、ここにもここにもついてんですよ、あの味付け海苔が。だからあのヘンテコリンな形になってるんです、多分。そうでしょ。そうに決まってるよね。うん、いいね。あ、飲み切っちゃった。飲み切っちゃいましたね。いやいやいや、そっか、おにぎりか。いやいや、まあね、おにぎり、おにぎりの海苔って緑だよね。緑でいいんですよね。黒じゃないよね。これ悩むんですよ。おにぎりの海苔の色っていうのは黒なのか緑なのか、どっちなんだって話なんですよ。よく、その、おにぎりの絵を色付きで描いた時は、まあ黒ですよね。でも、太陽とか明かりとかに透かしてみると、これは黒寄りの緑。いや、緑なんじゃないのか。むしろ緑寄りの緑なんじゃないのか、緑寄りの黒なんじゃないのか、どうなんだこれはって思う。まあ、またお寿司屋さんの話になりますけれども、お寿司屋さんで青さおにぎり、おにぎりじゃん、青さ味噌汁があるわけです。青さ味噌汁の中に入ってる青さは緑じゃないですか。だからやっぱこれも緑なんじゃないのかな。ただ緑っていうのは食欲を減らすじゃん。食欲減退の色な気がするわけね。いやでもそうかな。ピーマンは緑だしな。でもあれも美味しいしな。だから緑が別に食欲減退っていうわけではないのかもしれない。でもやっぱ黒ですよね。黒の方が食欲は緑よりは増す気がするんだよね。なんかそんな気しません？昆布、わかめ、緑っちゃ緑だけども、まあ黒じゃないですか。いやー、でもわかめも緑か。わかめこそ緑か。緑、海藻系は緑なんだな。昆布が黒なのが逆におかしいぐらいなのか。へえ、昆布が海の中で出汁が出ないのはなんでかっていうのをやってましたけどね。呼吸してるからっていうことですかね、要は。生きてるんですよ。昆布は生きてるんです、海の中で。ね、昆布おにぎりにすればよかったかな。でも昆布おにぎりだとなんか、
なんか値段的にさ、ほら、同じ100円おにぎりですよって言った時に昆布だとなんかちょっと損した感じがしましてね。だったら俺は鮭の方がいいし、まあだったら梅かなっていうような、そんな風にね、なっちゃうんで、どうしてもこう自分としては昆布をちょっと下に見てしまっているところがあって、こう昆布業者の方には大変申し訳ない。昆布生産者の方は大変申し訳ない。そういう思いはありますね。まあこれはね、海苔をどうやって食べるか。ね。海苔は、まあ朝、ああ、起きます。おはよう、おはよう、ってね。で、ご飯だよ、出されるわけです。そこに、ご飯、お味噌汁、卵、海苔とあるわけです。4点。あるとしたら、まず、海苔をフィルムから出します。出します。置きます。置いた。で、卵をね、まず卵を醤油かけます。卵に醤油をかけて、で、混ぜます。混ぜます。で、それをちょっとご飯の上に垂らすわけです。ずっと垂らす。そしてそこに味付け海苔を1枚置いて、乗せてね、ご飯の上に乗せて、ま、海苔を箸でくるんと巻いて、ちょっとした海苔巻きを作るわけですよ。で、そのまんま食べる。うまい。これがうまいんですよ。このプチ海苔巻き卵かけご飯。うまい。うまいの。で、こういうのをまあ何回か何回か食べて、ああ、うまいなーっていったところにこう、水分ね、取るがてらにこう味噌汁飲んで。っていうのになってる。海苔っていうのはね、味付け海苔の食べ方っていうのは多分その海苔巻き一択なんですよ。あんま他の食べ方って聞いたことがない。味付け海苔。僕本当にね、味付け海苔は、そういうご飯に巻いて食べるか、感触としてそのまま一枚食べるかっていう、それぐらいしか俺食べ方知らないんだけど。なんかありますかね、味付け海苔のあの細いのの食べ方。わかんねえな、なんかな。何がありますかね。いやー、なんだろう。あ、ちょっともう、ごめん、全然もう思いつかない。なんかあったら教えてください。ね。どうしようかな。もうこれさ、やっぱりこのおにぎりっていうのはね、成形されてるわけですよ。工場かな。僕ね、工場でね、コンビニの工場で1回だけ、いや、1回じゃない、2回かな。日払いのアルバイトしたことがありまして、もう夜の8時、9時ぐらいに、横浜だったかな、横浜の某所にね、こう、駅に集められまして、でそっから歩いて15分ぐらいのところに工場があるんですよ。でそこは、まあ、あるコンビニの、ね、その生産をしている工場。でそこでこう帽子かぶってね、でこう服も着てさ、でこうクリーンチェックをしまして、こう風がブワーって吹くエアーなんとかとかねやって、でなんか消毒液も2種類あるんですよ。1番のところつけて、2番のところつけてってやって、でようやくこう中入れるわけですよ。靴ももちろん違うやつだし、全部やって入る。でそこで、今日はあなたは、なんだっけな、焼きビーフンの具を乗せる仕事です。言われて、で、その生産ライン前に立って、じゃあ、で、なんかブザーが鳴る、ブーって鳴ると、ゆっくり物が流れてくるんですよ。皿が。で皿がピタッと止まるの。そこにこう具を乗せて。そしたらグーンってまた、コンベアが動いて、またこうやって隣にまたこう止まってくるんですよ。で、またこうやって乗せて。で、他の、そのちょっと向こうでは、麺を乗せてるとかね。ちょっと向こうでは、なんか別の具を乗せてるとかね。そういうのやってるんです。だからこう誰かがミスすると、それがずっと響いてっちゃう。あれをさ、やるのってさ、結構給料見合わなくないですか？なかなかあれずっとやるのってしんどいよね。ずっとこう、ライン作業ですよ。で、夜の10時ぐらいから翌朝の8時まで、まあ、ね、休憩が1時間とかさ、そういうのは何回かあるんですけれども、そういうのやっていくんですけどね。とにかく時間が経たないんですよ。それで、なんとか、こう、気を紛らわせようとするために、自分の頭の中で、なんかね、ラジオ番組を始めたんですね。なんとか、なんとか、レディオショー、わー、さあ、今日も始まりました。今日はね、何月何日ということでね、素晴らしい。もう、とてもいい、誰の誕生日なんですけれども、まあ、わかんないんですけどね。架空のなんとかさんの誕生日なんですけれども、やっぱなんとかさんといえばこう世界を変えた男として言われてますけれどもね、なんていうことはね、こう脳内でね、口では言いませんよ。口で言ったらいよいよやばいやつですからね。
脳内でこう繰り広げるわけですよ。でさあそれでは1曲目いってみましょう。1曲目は誰々で何とか何とかっつって、でオリジナルの曲を歌い始める、脳内でね。そういうのをねずーっとやって、とにかく気を紛らわせながら、なんか自分で自分を騙しながら作ってましたからね。その自分で自分を騙した産物が全国のコンビニエンスストアにこう配られているわけですよ。大体同じですよ。俺がそうやってるだけじゃないです。みんなやってる、絶対そう、ね、奥様もやってますよ。だってさ、よおばちゃんたちよくやるよね。で若い人っていうのはさ、初めての人とかさ、もうちんたらちんたらやってるわけですよ。すっげえ怒んのおばちゃん。それはだ、もし不良品で返されたら罰金払わなきゃいけないからねって言われるんですよ、ね。まあ、僕は言われてないですよ。僕はなんかあのなあなあでやり過ごしてましたから、あの褒められたりしましたけど、そうすっげえ怒られてる人がいて、もう怒って帰っちゃう若者もいましたからね。いやいや怒るよそりゃ、ね、もう本当にね。そういうところがさあるからいやよね。やっぱりこうね、あのおにぎりってやつをさ食べたくなる時ってあるじゃない。でもああいう仕事を見てると、俺これ食べていいのかなって思うことあるわけですよ。いやいやいや、そういう苦労があるからこそ食べることができるんじゃないかね、思う。で時は変わってですよ、またこれも関東の時なんですけれども、スーパーの品出しの仕事をねしてたことがありまして、これはなんだいつぐらいだちょっとわかんない、忘れちゃったけど、朝の5時半に、電車乗って、近くのスーパーに行きます。でそこで、今日その日に、出す品物がもうトラックで来てるので、それをガーッと下ろして、で自分のその売り場のところに持っていく。そして並べる。でただ並べるだけじゃなくて、もちろんその消費期限、日付がありますから、その日付を、新しいもの、要は日付が近いものを前に、遠いものを後ろに、だから届いた、今日届いたものは一番奥に入れないといけない。でそれをやって、どんどんやっていくっていう仕事なんですけども、あの僕はしっかりとしているつもりなんですけども、やっぱこうどっかしらで自分に甘えてしまっているところがその時はあった。今はそういうことしてないですけども、それで、まあ、こんなもんでいいかみたいな風にしてたらすげえ怒られましたね。うん、その人がね、そこの人がすげえ厳しい人で大変だなって思って。でさ、まあちょっと俺ね、そのスーパーに来て最初の頃に、なんかこう終わったカゴのなんか台を積む人がいるんですよ。本当は積んじゃいけないってことを知らなくて、俺も積んでたら人の頭に当たっちゃったんですよ、ね、それがあって、ああなんかもうこの店っていうか、ここは守ってくれないんだなって、それで俺のせいにされたんですよ。守ってくれないんだなって思って、でもうそこはやめまして、ね、もうなんかちょっと懐かしいですけどね。もうだから、でもその時もおにぎりとかもたくさんありましたから、やっぱちょっとそういうの考えると思い出しちゃうな。ごめん、思い出してない思い出さないわ。あれおにぎりあったら全然そんなこと思い合わずに食べちゃうもん。腹減ってるとやっぱ食べちゃうんですよね。やっぱどれだけやってでもこうおにぎりがあったらペーってめくって食べます。そういった過去のこととか、そういったね、ふるさとのこととかは全く思い出さずに食べちゃう。それぐらい当たり前にあるのがコンビニおにぎりだし、スーパーのおにぎりなんです。このフィルムから取り出してこのね、やるわけですよ。そうフィルム、これすごいよね。これおにぎりのご飯と海苔がそれぞれ別の層に入ってるんですね。でめくってパッと引いた瞬間に、このおにぎりと海苔がピタッってなるわけよ。これはもう最初に考えた人は多分これで一生分の財を得てるはずなんですよ。これはすごいよな。ほら俺さ、もう一個あったのさ、忍フーズっていう会社がね、こう頭の部分を
スッて引くとフィルムが中に入ってそれがスーッて抜けるんですよ。それでおにぎりがまたピタッてなるっていうスタイルがあったんですけど、全然流行りませんでしたね。やっぱこっちなんですよ。このこういうスタイルなんですよ。こういうスタイル、ね、こういうスタイル、ね、がいいんです。なのでやっぱりこういうタイプのおにぎりっていうのは奇跡の連続なんじゃないのかな。こう包まれるおにぎりの海苔のサイズ、そしてご飯のサイズも奇跡だし、そういったフィルムでこう剥がすその直前まで海苔とご飯は一緒にはならない、その2つのね、その海苔とご飯が一つに結びつくこの瞬間奇跡、7月7日七夕のような、ね、織姫と彦星のようなそんな奇跡がこの小さなこのね空間の中で起きてるという、そんな気がするんですよね。すごいな。いただきます。うまい。てかこういうふりだったらさ30秒で食えよ。ちょこちょこ食えばよかったな。一気に入れちゃったからさ飲み込むものがないっていうね、スペースなかった。おしまい。